はい、どうも、パチオです。今日は何をしていくかっていうとね、まぁ、ちょっとした企画もんなんですけどね、これから、名古屋城の北側にあるね、名城公園っていうところのね、横を走ろうと思います。そうするとね、多分だけど、まぁ、すごい路上駐車がいっぱいしてると思うんで、まあそれを晒し上げていくっていう感じの動画になります。これをね、一週間続けてやってみようかなと思って。まあ日曜日とかはやれないかもしれないんですけど、まあちょっと続けて。まあちなみに今は6月28日ですね。29日かな。6月29日月曜日っていうところですね。はい、そんな感じで行ってみたいと思いますと。これ入り口になっちゃうのかな。まあ、この時間になりゃもうその公園で遊んでるやつが少なくなるから。おい、なんだこいつ。はよ行けや。もう、イラッとする。基本的にはね、ここにずらーっとね、昼間とかだと、路中がいっぱいおるはずなんですけどね。まあ、時間が時間だからね。まあ、少なくなってきたかなっていう感じですね。一つ、ポイントがあるんですけどね。まあ、有料駐車場の方も今は空いてるかな。まあ、有料駐車場がね、空いてるにもかかわらず、路中ってのも結構多いんでね、ここは。よいしょ。あ、バス邪魔なんだけどっていうか。あれかな。これ、この道通っちゃいかん感じか。まあ、僕はね、これ家から1キロ離れてないぐらいすごい近所なんだけど、あんまりこの道分かってない。危なっかしいな。後ろの車。ここね。これ全部路中っすからね。なんでおまわりさん取り締まらないんですかね。バカじゃねえのって本当思うわ。これ結構な金になるっしょ、これ路中。全部取り締まったら。おまわりさん、出番ですよ。てか、通報したのかな。今のとこは土曜、日曜、休日を除くで駐車禁止っすね。で、こっから先、橋んとこまでは土曜、日曜も関係なく駐禁なはずですね。確か。縦看板貼ってあったはずなんで。そうですね。はい、ここは土曜、日曜、休日も駐車禁止ですって書いてあるね。縦看板がしてあるぐらいで。まあ、これで一応、名城公園の北側をね、通過したんで、まあ、これでもう終わりにしようと思います。まあ、これをね、一週間続けたいと思います。以上、パチオでした。バイバイ。はい、どうも、今日はね、6月30日、ずーっと雨降ってました。これからまたね、名城公園の周りを走っていこうと思います。まあ、今日はね、もうほんと一日中雨だったからね、そんな路中もいないんじゃないかなと思うんだけど、いいですね。この道通ると真正面に名古屋城が見えて、そっからスタートなんでいいですね。ちなみにね、隣はね、多分愛知学院大学だと思われます。つい最近できたばっかっすね。去年だったかな。確か、熊谷かなんかが、熊谷組。確か、工事してたような気がする。で、左っかはね、今囲いできてるからね、多分同じような系列で、二期工事とか、またなんか新しいの建てるんだなと思う。あ、救急車が来るな。まあ。さあ、今日も路中してんのかなっていうか、そもそもね、この前、公園の中に入ってくやつなんだけど、公園の中に入ってくとこでもうすでに路中してるっていうね。どうせ今日なんか有料パーキングそんな止まってねえだろう。
公園の南側か、うん、まあバスはなんかあったんだろうけど、まあね、今日も元気に路中してますわみんな。あんとね、ちなみにね、今有料駐車場何十台か止めれるんだけど、5台ぐらいしか止まってませんでしたね。横見えたんだけど、本当クソだな。まあね、愛知県民の民度みたいな話が本当知れますわ。俺これここで曲がるんだったっけ？あ、違うか、次の信号か。あ、ここの道ってね、あんまりね、その車線がなんかごちゃごちゃしたりして好きじゃないんで、あんまり使ってないのもあってね、まあ、いつも迷うっすわ。まあこれね、まあ金曜日、土曜日までかな、日曜日は多分無理だと思うんで、まあ見た結果ね、まあ土曜日はね、中勤ではないはずだけど。おお、今日も止まっとるな。さすがに雨でね、散歩しとる人も少ないんだろうけどね。逆に、いや、この人たちはなんで止めとんの。がっつり中勤なんだけどね。おお、今日もう早速今降りてきたやつとかいるし、なんかあんまりね、関係なさそうなんだけどね。ほら、駐停車禁止っていう看板もあるよ。まああれはね、5メートル以内って。はいはいはい。まあこの辺で今日2日目はこんな感じでした。はい、終わります。はい、今日は、7月1日、時間は6時47分ですね、午後の。いつも通り名城公園のとこ来ましたけど、まあ今日はね、午前中に雨が降ったり止んだりしてて、まあ昼過ぎぐらいから、まあね、雨止んで、割と風もあって、ね、曇りで、気温も低くて過ごしやすい一日だったんじゃないかなと思って。で、まあ、ね、散歩したりとか、まあ公園内にめっちゃ路中いるだろうなっていう感じっすね。まあこの名城公園南の交差点の正面にね、もうめっちゃ路中してる車が見える状態っすわ。まあこの後どうなるかね。さあ行けるのかな？ OK。 さあ行ってみよう。おっと、おまわりさんがおるな。おまわりさんおって取り締まらんのか。あー、おまわりさん、なんかあれだな、通報があった感じか。まああれですね、有料駐車場は7割型って感じっすね。おっと、路中な。おまわりさんおっても、まあそんなの関係ねえんだろうな。さあどうだろうね、これなんか角度的にな、なんかちょっと改善したいな。まああそこを曲がってね、名城公園の北側はまたね、車の入る場所がないぐらい、路中がいっぱいになってんじゃねえかなと予想はしてるんだけど、実際どうかな。強引に来たね。よいしょ。さあどうかな。お、初心者マークか。三重県ナンバーの初心者マークがなんでここに来てんだろうっていう。はい、今日も路中でいっぱいっすわ。おい、大丈夫か、通過できるのかお前。おい、左側だいぶ空いてんだけどな。
まあ、初心者マークだで仕方ねえのか。ああ、こいつらからね、中金って、いくらなのか、俺、中金取られたことないから知らないけどさ、こいつら全員から中金取ったら結構なお金になるじゃないですか、毎日毎日。まあ、おまわりさん一人分の一月の給料ぐらいは軽くいくと思うんだけどね。さあ今日はこんな感じでしたっていうことで、おい、みこいつ何やってんだまあこれ終わりにしときますわ、下手くそな三重県ナンバー。はい、今7月2日の火曜日、午後7時半って言ったとこっすね。あー、名古屋城ライトアップされてんな、綺麗だな。ね、昨日の動画の最後にね、三重県ナンバーの車が走ってたんですけど、初心者マークつけた、すごかったっすね。信号で歩行者がいるにもかかわらず、その歩行者の方に車突っ込んでって、歩行者の方が飛び抜いて避けたみたいな感じになってましたね。よう名古屋まで来たなみたいな。まあ、久しぶりにあんな不安定な運転見ましたわ。まあ初心者マークっつうのもあるけど、もうちょっと近所で練習した方がいいんじゃないですかね。あれで1号線とか23号とか、ましてや高速とか乗ると思うとちょっと怖いですね。まあね、まあ今日はちょっとね、7時半回ってるんですよ、午後の。で、まあ、うちの会社で幹部会みたいなもんがあってね。まあ会議ですわ、簡単に言えば。時間かかったんで。まあその分、まあ公園で遊んでる人間も少ないから、路駐もないんじゃないかなという期待をしてるんですけど、正面にはもう路上駐車の車がずらっと並んでるのが見えますと。はい、どうも。南側も走ってみりゃ、もう路駐だらけかもしれんね。こっちは少ないね。まあ時間が遅いからかな。今までで一番少ないっすわ。まあとはいえね、こうやって何考えてんだろうね。まあもうこの時間なんでね、コインパーキングはほとんど、空いてるという状態で、まあそれでも路上駐車するやつはすると。まあ帰宅カーのとこもね、まあいつも通り駐車してるやつはいるんじゃないかなという、そんな感じはありますけど、本当なんで取り締まらないのかなって不思議でならんすけどね。まあ名古屋城なんて言ったらさ、そのね、名古屋のまあ一番有名な観光地になるわけじゃないですか。まあ全国の人間にって、なんなら世界の人が見に来る可能性も結構高い。まあそれに隣接した公園でね、こんだけ路駐をね、野放しにしてるっていうね、まあちょっと良くないなと思うんですけどね。本当なんとかしてくださいっていう。さあ、名古屋走る。こうやってノロノロとね、出発しちゃう名古屋走りっすけど、煽り運転厳しくなったんで、あんまりお前煽るなよってだいぶ今日釘刺されたんですけどね、幹部会で。僕煽ってるつもりないですけどね。はいはい、今日も路駐が多いです。今止まりやがったし、おお、なんだこいつ、こにやろう。危ねえな。おお、なんだ、いつもより多いじゃねえか。ああ何やってんだか本当に。ここね、横断歩道あって、横断歩道から5メートル以内駐停車禁止って看板あるけど、別に横断歩道から5メートル以上離れてたって駐車は禁止だからな。まあこれでいつものとこに出たんで終わりにしようと思います。はい、どうも。はい、7月3日金曜日、午後7時10分となりました。今日はね、昼ぐらいから雨降ってね、まあ降ってない時間帯も多かったんだけど、
まあ今は結構降ってますね。そんな感じで、まあ路上駐車の方はどうかって言えばね、まあここで信号待ちしている段階でも南区は路上駐車で結構ね、まあ車の止めれるスペースのうち半分ぐらいはもう路上駐車があるんじゃねえかっていうぐらいのね。ああ、まあそんなにないかな、3割型ってところかな。3割車で埋め尽くされてる状況、少ないって思えちゃうところがねもう狂ってんだけど、まあここ曲がった先にもね、まあ路上駐車が見えてますわ。本当にね駐禁取れよって思うっすけどね。ね、世の中にはお金がない、お金がないって言ってる 人もいれば、こうやって、ね、お金を払いに行くスタイルの人もいるってわけで、これ俺が通報とかしたら駐禁取ってくれるのかな。駐禁ね僕嫌いなんですよ。まあお金を割と結構短時間でもお金払ってパーキング止める派の人なんで、ハザード焚いてことを済ませるなんてことはあんましないタイプなんで。よいしょ。まあでもちょっと同情できるかな、トラックのうんちゃんとかはね。まあ止める場所ないからね。まあそういう人たちはまあなんかは、まあタクシーのうんちゃんもまあわからんでもない。普通の車はね、さすがにね、まあ公園の駐車場もまあ止まってはおるけど、まあ3割5分ってとこですかね。4割行くか行かないか。まあ逆にはね、こんだけ雨降っとってね、よう名城公園に用事あるやつそんなにおるなって感心するけど、ウォーキングなのか犬の散歩なのか知らんけど、ほんと。よいしょ。まあこの辺ね、まあいろんなもん、観光場が近かったりとか、まああと、まあすぐお隣のね、愛知学院大学とか、まあいろいろね、あるんすけど、まあにしてもね、どういう人が止めてんのかなっていう。まあこの辺もね、明日になりゃ多分こう埋め尽くされてると思うけど、まあ、今日はさすがにねこの天気だし、明日なんか結構ザザ降りの予報らしいんだけど、どうかな。さあ曲がった先はどうなっているか。ほい、止まっとるね。止まっとんね。これはなんか設備屋さんっぽいな。まあ今日は割と少ないね。まあてかゼロが普通だけどな。ゼロなら結構ここも快適な道だけど、おつか今日に関してはもう、もう横断歩道のとこに止めとるやつおるやないか。何 5m は離しとるって。お、 5m 離れてねえぞ。取り締まれ取り締まれ。まったく、まあすごいよね。その標識のあるとこでもう止めてるからね。はい、これで終わりにしましょう。金曜日の駐車状況でした。はい、また明日最終回ってことで続きます。はい、どうも。今日は7月5日土曜日、時刻は夜の7時25分ということで、最終回ですね。まあ、今日はね、中勤ではないですよね。土日祝日なのかな。土日は中勤ではないよみたいな感じなんで、お、いいね、信号が K 行ける。よし。まあ、今日は中勤取られない日なんですけど、なんかいつも止まってるような気がするなみたいな車がいたりとか、まあ今日はねずっと雨降ってて、降ったり止んだりしてて、まあ九州の方では大雨降ってるんですけど、こっちの方も降ったり止んだりしてて、まあ夕方になってねちょっと晴れ間が出てきたみたいなね。おお、ゴリゴリに止まっとるね。
まあね、止めていい日とはいえね、横断歩道のとことか当然ダメだしね、まあそういうところに止まってるか止まってないかっていうのをね、最後に見ていきたいですね。まあ、今もね、看板あったけど、土日祝も中勤ですって書いてあるところにも止めてやったりすることもあるからね。あ、今日はなんか車間にも余裕があるなぁ。まあずっと雨降ってたからね、外に出る人もいないんでしょう。とか思っとったら、なんかもう、めっちゃ横断歩道のとこに止まっとんだけど。5メートルこれ取れてねえだろ、間違いなく。取れてないね。ほんと取り締まろうぜ。と、勘弁したってよ。まったく。まあね、こうやってね、なんでね、撮ろうかと思ったかってね、まあ、どっかのタイミングで来た時にね、めちゃめちゃ止まっとったんですよ。で、もう、ね、名城公園なんてさ、名古屋の中でも結構大きい公園だしさ、ちゃんと有料駐車場もあるしさ、そんな中でさ、なんでこんなにいつも止まっとんだろうっていうのがね、ちょっと腹が立ったからね、晒し上げたくてね、一応。まあ今日はね、別に、止めていい日ではあるんだけど、まあ一応目的は達したということで、まあ今日で最終回なんですけどね。まあこんな感じですよ、愛知県って。まあね、運転が荒いだどうこうは俺もよく言われるしさ、まあそれもあんだけどさ、それよりもさ、駐車場動向はさ、なんで100円200円をさ、みんなさ、そんな、ケチるわけ。俺そこはね、路中をね、そもそもそんなにしたことがないんでね、どっか史跡とかが近くにあってね、それ撮影するときにね、止めたりはするんだけど、まあそういうもんでさ、基本的にはさ、パーキングあったらさ、有料止めるからね。何屋さんだ。まあこの辺で終わっときましょうかね。おーおーおお、そんなとこ止めるんだ。はい、じゃあ以上、パチオでした。バイバイ。